ジェームズ・ジョン・ウォーカーは、アメリカ合衆国の政治家、第97代市長を務めた。汚職事件が元でやむを得ず辞職した。1881年6月19日に、ニューヨーク州ニューヨークにて、アイルランド出身のウィリアム・ウォーカーの息子として、誕生した。父のウィリアムは、グリニッチ・ビレッジ選出の民主党市会議員であった。 ウォーカーは貧困の中央年期を過ごしたと偽って伝えられた。正解入りする前、ウォーカーは作曲家として収入を得、最も成功した曲は、Will You Love Me in December? であった。彼はザビエル高校を及びニューヨーク法律大学院で学んだ。1910年から1914年までニューヨーク州会員議員を務め、1914年から1925年までは、 ニューヨーク州上院議員を務めた。1923年から1924年までニューヨーク州上院仮議長を務めている。1925年に民主党の予備選挙でアルフレッド・ E ・スミス知事とタマニー協会の助けを借り、1926年に現職のジョン・ F ・ハイランを破ってニューヨーク市長に当選する。当選初年度は多くの公共事業を実施し、 順調な姿勢を行った。しかしながら、ウォーカーの任期は禁酒令の解放な酒場が横行する時代として知られた。彼とコーラスガールの関係は広く知られ、ウォーカーは妻と別れ、ショーガールのベティ・コンプトンとの交際を続けた。このことでも彼の人気が損なわれることはなかった。彼は地下鉄のストライキに脅かされたにもかかわらず、5000との料金を維持することに成功した。 1929年の選挙では、共和党のフィオレロラ・ラガーディア、社会党のノーマン・トーマスを破り圧倒的な差で、再選を果たした。しかしながら1929年の大暴落で、市政運営も加工していく。ニューヨークの大司教パトリック・ジョゼフ・ヘイズは彼を、不道徳であり、ヌード雑誌とカジノを許容しているとして球団した。その球団には、 景気の失速の原因であったことが含まれていた。社会不安が増加し、不正への調査が行われるようになった。そして彼は結局サミュエル・シーベリー判事を長とするシーベリー委員会での証言を強いられた。ウォーカーは終わり容疑で起訴されることとなった。フランクリンデラのルーズベルト知事からの圧力に直面し、ウォーカーは1932年9月1日に市長を辞職した。 そして、刑事訴追の危険を逃れただちにヨーロッパに渡った。ウォーカーは、ヨーロッパで、ベティ・コンプトンと結婚した。ウォーカーの破壊者ウォーカーは帰国後、マジェスティックレコードの社長を務めた。1946年に65歳で死去し、ホーンのゲートオブ、ヘブン墓地に埋葬された。ウォーカーは、ニューヨーク州上院議員時代にボクシングを、合法化する。 ウォーカー法の成立に尽力した。彼はボクシング団体から幾度もの表彰を受けた。ウォーカーは国際ボクシング名誉の伝道博物館入りしており、1945年にはエドワード・ジェイ・ニール・トロフィーを受賞している。ありがとうございます。